では対戦やっていこうかと思います。ここはですね、アプリもいけるかな。最近ロズレイドばっかり使ってるんですよね。相手の先発は、何ですかこれは。ジャラランが、ここはですね、先手は取れると思うんですよ。で、変えてくることもないと、変えてくるかな？実はマジカルシャイン覚えるんですけど、あんまり読まれないんですよ。なのでですね、はい。このように、サザンドラとかも一発で、特防とかに振ってたらちょっとわかんないですけどね。メルゴンは特防が高いので、とはいえどうしようもないな。特殊型しかないので、ちょっと様子見のオンバットに変えます。ヌメルゴンは大体ね、攻撃技が、そうですよね、特殊ですよね。竜の波動でちょっと削りましょうか。さすがに技変えてくるかな。うん、先生の爪、先生の爪か。マジか、先生の爪は厄介だな。自分もね、先生の爪は遅いポケモンに持たせてるんですけど、結構ね、厄介ですよ。まあ、多分大ドラグーンとか打ってくるかな。うん。ただ、オンバット相手に、この、大ドラグーンを打つまでもないとは思うんですが、ダイマックスをさせるなら、普通に大バーンとかでも落ちますからね。先生の爪厄介ですけど、これどう？まあ、アブリーは、ドラグーンはいまいちなので、とりあえず魔王。ただ先生の爪発動が怖い。本当に怖い。20% なんで、結構高いんですよ。何が辛いかな？なんか下げられるの辛いです。大バーン打ってくるかな？大バーンは、やけどしないので、ありがたいですね。ただ、場を張らされるのは辛い。で、ここでバトンタッチなんですけど、うまいこといくかなーっていうとこですね。先生の爪発動したらやばい。うん、大丈夫だ。で、ここでロブレイドを変えます。で、お相手の方はもうだいぶ安定なんで、多分半分もいかないんじゃないかな。いくかな。あ、痛いな。もう大マックス、大フェアリーしかないですね。でもこれは先生の爪発動してないと思います。発動したらレイマックスする前にピコンってなるので、最近ヌメルゴンよく見るんですよね。硬いんですよ。特防第一ランク上げたとえ倒せないですよね。まあ仕方がない。
まあ相手火炎放射でしょう。落ちるか。勝ち筋はですね、まあ、とりあえずここは、まあ、ムーンホースですね。で、先生の爪が発動しないこと。で、お相手の最後がサバンドラで、こちらが先手取れたら勝てますけど、それ以外は勝ち目がない。勝てるかな？怪しいですね。サバンドラで先手が取れる。が勝てる条件ですね。あ、ドラパルト、それは無理です。と、うん、いうか、相手全員600族だな。まあ、別に、そのあたりに関しては何も言いませんが。まあ、でも600族相手にここまで大、ね、はい、ん？いけたのは、まあまあ、すごいんじゃないですかね。オンバットがですね、もう少しちょっと、活躍してほしいんですよね。まあ、スカーフも立ててるんですけど、素早さちょっと微妙なので、オンバット使うなら、ここはアブリー出しましょうか。アブリー出して、相変わらずローズレイドで、刺さらないのでカメックスとかどうなんだろう。まあちょっと連れて行ってみますか。てかロトムいるな。ロトムはロズエグいるから大丈夫か。水だし。はい、バタフリー。バタフリー選抜は、いいですね。で、お相手がここ何してくるかなんですけども、まあ、舞いましょう。基本的にアブリーは初手舞うんです。で、バタフリーはですね、ここで眠り粉とか変な技を打ってくる可能性はあるかな。なかった。これで混乱するときついな。さすがに。うん。眠りは持ってないのかな。もしくは、アブリーの特性をご存知の方か。アブリーの特性ご存知だと、結構、まあ、強い方だなと思いますね。これきついなぁ。助けだったら勝てないですね。食べ残しであることを祈ろう。大体、助けか食べ残しなんですよね、バタフリーは。他のメンバーちょっと見てなかったんですけど、助け持たせる系のメンバーいましたっけ？これは助けじゃなければ落とせるんですが、あ、落とせましたね。
そこね、眠り粉を特性知らないで打ってくれてたら、一旦ちょっとまた能力上昇に使えたので、まあ、ロズレードで簡単に3盾も、ドラパルトか、ドラパルト、何だっけ、アレックスか。ダイフェアリーですね。うん、さすがにダイマックスしますよね。で、一応、一回で素早さ上げてるんで、ドラパルト抜けるかどうかなんですが、抜けるのかな？計算してないからわからない。ダイウォール。これは、若干ありがたいかもしれないですね。一旦相手のダイマックスターンを稼げたので。ただ、こちらが素早さ早かった。OK です。ただ、一発で落とす。おう。持っていけるんですか？急所かな？一段階上げてると持っていけるんですね。うん。ローズレード。うん。いや、ローズレードは強い。さすが、シロナさんも使っちゃうだけありますね。エルチャブルー。あ、スカーフだ、スカーフじゃない、スカーフか。スカーフだと厄介ですけども。まあまあ、ジーカールシャインでいいでしょ。早いかな、あっちの方が。スカーフだと早いと思うんですが。あ、助けでもない。いや、ロスレード強いな。